ありがとうございました。一人旅がね趣味という、渡辺さんですけども、ハワイも一人で行くんですか？一人じゃありませんでしたけど、はい。やっぱりなんか家族とか友人とお友達と一緒、まあ、結構行くといいとこなんですよね、うん、行ったことある人多いと思いますけれども、ね、でもあそこもいろんな島があって、ね、マウイ島行きました。マウイ島、はい、なかなかちょうど小錦さんと同じ飛行機で、で、人トイレ入れるのかなと思ったら入れるんですよね。すごいですよね。それは音楽になってますね。おはようホノルルダグ。ホノルルではないですけどね、マウイ島でしたから、小錦さんの時。マウイ島とホノルルと両方、とにかくホノルルに行かないとマウイ島には行かれないのかな、確か。そうですね、ホノルルからまた飛行機乗ってマウイ島へ。飛行機でね、行きました。はいはいはい。ということで、いろんな思い出が、もう飛行機から、ハワイだったっていう渡辺さんでございますんでね、穏やかな喜びにあふれておりました。ありがとうございました。